チがさっき言ったとこ、そうです。まさしく入れ替わり。こんにちは。すごい、めっちゃカレーの匂いする、この部屋食べてた今。私のちょっと変なカムカムレモンの食べ方、変というかこだわりの食べ方があるんですけど、あの口に入れて、でこのさカムカムレモンでさ、そうこの書いてあるわ、ソフトコーティング、この外側が薄くコーティングされてるんですよ。そのコーティングをちょっと剥いで歯で、でその後普通に噛んで食べるのが私流の食べ方。ごめん起こしちゃった。うまい。失敗。皆さんお話し会、うん、初めてなのでお願いします。嬉しい、お願いします。お話し会20部完売、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい。でもまだね、直接のとも申し込んでいただける日ありますし、オンラインはもうね選び放題選び放題となっておりますので、ぜひお待ちしております。この服かわいいんですよ。この服は暑い時期だけど外を歩くときに日焼けしたくないってときに、ここにね通気口なんか窓があるんですよ。めっちゃいい。
愛くてお気に入り。よいしょ。ね、めっちゃナチュラルメイクじゃろ。伝わる？このナチュラルさ。そう、昨日メールで書いた。無音なのでプリンテル減りますけど、この時間配信珍しいね。そう、空き時間だったから配信してみた。明日の公演行きます。あ、そっか、明日チャートリー公演だ。不思議、明日チャートリーだ。久々公演というかチャートリー公演久しぶり。楽しみすぎ。見に行くよ。ヨロピック、ヨロピックミン。ホラも行くよ。ありがとう。お昼何食べた？まだ食べてなくてね。カムカムレモンずっと食べてる。今食べたいものを言うゲームしましょう。ラーメン。こちらのラーメン。お寿司食べたい。新潟で絶対食べたいお寿司。もち鍋食べたいの。今日3度目の背景だ。おもろ。私この背景でお話し会したことあるよ。振り返るの時私振り返るお話し会の時この部屋だったら当たりだってなる。ソファーでお話し会するのめっちゃいい。
外れ外れはない、全部一緒。でも今度からオンラインお話し会の椅子をくるくる回る椅子にしてほしい願望。ソファーか、あのさ、え、すごいすっぴんってコメントが来た。え、そんぐらいナチュラルですよね。マジでナチュラルなの。なんとすっぴんではありません。でも本当にナチュラル、ナチュラルすぎて、あ、自分でメイクしたよ。もう昨日メイクして、もう全肌以外のメイク全部やり直し食らったから普通の前普段のメイクしてたのにそう、悲しすぎて泣いたもん、悔しくてそう、だから今日はナチュラルにした。そう、初めから言っといてよねって感じ。でもハマりそう。これさ、配信で見たらめっちゃ色味ないけど、まあ、実際見ても色味ないんですけど、でもリップの色がめっちゃ薄ピンクみたいな感じなんですよ。なんかこんぐらいの色、ライブとかじゃなかったらいいなって思いました。新しい発見。でもお腹空いてきた、さっきご飯の話したから。マジでラーメンが食べたい。絶対食べよっかな変な日本語、そう、変な日本語、絶対食べよっかな。そう、どっちやねん。何系のラーメン？もう麺はバリカタで、スープはとんこつ、ちょっとニンニクって感じの一蘭限定してる。一蘭食べたい今、めっちゃ気分やわ。ポケモン GO のレベル上がりました。今レベル33ですよ。そう、割とやり込んでいます。それは高いん？始めた月日を考えたら高い方だと思う。なんかポケモン GO ってレベルが50レベルまでできるんですよ。50レベルまでできて、あの1レベルから2レベルに上がる時とかはさ、めっちゃ簡単なんですよ。で、割と20ぐらいまではポンポコポンポコなんか普通にやってたら上がるんですけど、もう速
もう後になれば後になるほどめっちゃレベル上げるのが大変なの。だから45から46レベルにする時とかでももうめっちゃめっちゃ大変なの。でも私は33なのでまだまだです。どういうこと？なんかアイドルみたい。アイドルなんですけどあ、そういうこと？上に上がれば上がるほど大変。あ、なるほど確かに30から50までの間は修行レベルって聞いたことある。そう、本当にね、果てしないの。果てしない大空。ストレッチしようか。ソファーいいね。珍しいモノマネ。確かにもうモノマネにもなってない全然。そこに何が欲しい？ラーメンとラーメンと充電器充電器欲しいな。絶対今日ラーメン食べようかな終わったらラーメン食べようかな、うん、カップ麺食べようかな。今日はもう今日はもう超この後が長いんですよ。とってもとてつもなく多分今日じゃない明日まである。多分iPhone15 回ね。 15? もうすぐ、もうすぐというかもう出た15まだか。買える人います？私買えようと思って、で15の大きいやつ、今までさ機種その機種のなんか大きいやつあるじゃないですか、なんかビッグみたいなでもなんかね次のね15からね大きいやつの名前がなんか違うの。なんか5文字ぐらいのなんか違う名前になるんだって。私はちょうどその変える時期だし変えようと思って。え、本当だよ本当だよ。プロマックスじゃなくてね、なんか調べたら出てくるんよ。さっき調べとった、ちょっと見てきたいな。そう
あれだった、プロウルトラって名前のやつ。変えようと思います。15プロウルトラみたいな。楽しみ、楽しみだしさ、iPhone ケース、 iPhone ケース探すのがさ楽しみ。大きいと落っことしそうで怖い。そうなんですよね、私も毎回大きいのにするか小さいのにするか悩んで、もさ大きいのにしたらさショールームもなんか見やすいし、普通にネットフリとかさ動画も見やすいじゃん。そうやけんそっちにしようかなって思って。楽しみ。そう、わし3日前に落として割れた。私もね、一昨日落としてちっちゃく割れました。気になんない程度だけど、そう割れました。悔しいです。痒くなってる、かゆ。楽しみ。カバーはしてるの。うん、なんかカバーしてるけんまだ私もう何回も落とすんですよ。でもまあたまにしか割れない。たまには荒れる。カムカムしよう。未だにスマホ割ったことがない。それはすごい。本当にや、待ち時間。まだまだ長そうだな。でももうあと数十分だと思うんですけど。
どんな曲だと思います？次のシングル予想してください。あげあげロック。全編ラップ。卒業ソングで全編ラップ。うっかりした感じ。すごい。ああ確かに歌詞に電車が入ってる。確かに入ってそう。意外となんか賑やかな曲って言ってる人が多くてびっくり。私さ、最初卒業ソングって聞いた時に瀬戸内の卒業ソングだったらなんかしんみり系かなって思ってたから、みんなの意見聞いてあっそうなんだって感じ。あ、なるほどね、応援系かと思った。ダンス曲がいいな。うん、ダンス曲ね。来たことないもんね。曲いつかね来てほしいな。確かに噂されてるんだ。え、わかる。前のめりみたいなね曲いいですよね、卒業で。ちゃんのバキバキダンス見てみたい。私ね、本当にバキバキな感じで踊れないんですよね。なんかふわーんってなっちゃう。楽しみにしててください。眠くなってきた。でも私今日結構寝たんですよ。7時間くらい寝ました。朝早かったんだっけ。いや、私は朝全然早くなくって昼集合で、でも昨日の夜がとっても深夜まで頑張ってました。
私はまだメイクしただけ。今マロンクロワッサン美味しそうなあ、お腹空いたお見に行こうかな、まだ時間あるなら。だってお弁当でももう夕方、夕方ならお弁当来るか。あ、4時半、じゃあお弁当来るね。私何時から配信始めましたっけ。うん、ありがとうございます。なんだろう、お弁当、お弁当予想しましょう。お弁当無難に、なんか肉の炒めてるやつ頭回ってないよ、無理わー、中華弁当大好き、本当に好き。私は今はもう肉とか魚の気分ではないですね。麺類の気分ですね、間違いなくほんで絶対に麺類は来ないですね。どうしよう、コンビニ行こうか。麺類というかラーメンなんですけど、でもコンビニ行ったら絶対汁なし担々麺買うと思う。でも今日さ、山椒持ってきとらんよ、家に置いてきちゃった。なんかさ、ラーメン買ったらさ、あの途中で行くよみたいななった時にさ、汁あるけん移動できんしさ、伸びちゃうじゃないですか麺が。でも塩なし担々麺ならまあいける。え、ちょっとこ行ってきますじゃあ配信終わりますじゃあありがとうございましたじゃあランキングを読みます。20位よよよのよさん、19位ミヤシーさん、18位世界へさん、17位ロッサさん、16位ジムジムさん、15位バンブーホースさん、14位ヌルディンさん、13位井上義弘さん、12位アツヨシさん、11位ジュノラコさん、10位オリちゃんさん、9位モヤ太郎さん、8位トトミチさん、7位カーくんさん、ラッキーセブン、6位フークロさん、5位シュロウケンさん、4位ダルマソウトウさん、3位ヨーコさん、スイスイ、2位西尾さん、ツーツー、そしてそして第1位はピュラーヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。はい、ありがとう、イエーイ。さ
今日もお腹空いて我慢できませんでしたので、じゃあなんか食べてきます。じゃあ皆さん、この後もお仕事ある方は頑張ってください。私も頑張ります。じゃあバイバーイ、さようなら。